こんにちは。アバンドンシップ続きをやっていきますね。色線を打破して、なんか地図のここの、そう、この北のところをここを目指せっていう話だったよね。今ここにいるから、まあとりあえず西に行ってなんだけど、ああ、ここはイベントしなきゃいけないんだ。西にイベントしないと西の海に行けないですね。とりあえず東大でスティールウォーター財宝来い、よっしゃ。東大で港はあるのかと。港はありますか？ないですね。で、東に、西に行くには8つイベントしないといけないのか。とりあえず救助船介入して彼らを救う。よし、お金もらえた。ナイスだ。8つのイベントをしないといけないと。で、救助者を助けようとしたけれども諦めて、おまけに士気は、船員の士気は下げられてしまったと。徒労に終わったんで。船体の修理はいらないでしょう。今んとこね。うん、お魚を先にもらうか。80いくつもらえたことがあったよね。よっしゃ、44、素晴らしい。で、我々は、あー、これハリフロンの奇襲だ。なんか、5匹も来てる。しかも光るやつばっかり。冗談だろ、もう。一人、海兵は一人で行けると思うんだけど、ここはここでいいでしょ？この人はここで。で、船長がここで。この人がここで。で、あとこの人がここなんだけど。あとこいつか。この人がここかな。ちょっと待って、お前も君も倒せる、これ。まずいかもしんない。まずいんじゃないのこれ。あ、ここも倒したね。よし、ここを救いに行くんだ。ここかな。で、ここも倒したから、ここを救いに行って、で、この人はこっちに逃げてくる。よし、で、うん、大丈夫かな。大丈夫？この人倒したけど爆発するから。危ねえ、もうこんなの。これはきついわ。あと3回イベントしないといけないですよ。これは色線のやつでしょ。まだ残ってるんだもんな。あ、これ、このスティールウォーターってやつはイベントだけかと思ったら取引があったのか。地元の漁師が貝を売りに来たが、うん、いらない。まあ一応買うとなんかいいこととかあんのかな。いや、いらない。ごめん。
あとここの要塞をやっとくか。ああ、敵だ。敵だ。もういい加減新しい船が欲しい。いい加減なんかちょっともう。どこを狙えばいいんだ。影のかまいたちの夜みたいな、影でしか敵を判別できない。なんか全然敵撃ってこないね。あ、敵の装備がさ、対人戦の装備ばっかりなんだよね、これ。だからあんまり距離が離れると撃てない装備ばっかりなのかもしれん、もしかしたら。狙撃銃とか狂乱の射出銃は距離が一番離れてても撃てるはずだけどね。こうなるともう一方的な展開だけどね。ロングレンジから。どこにいる敵？ここにいる。しかしこの大落下弾でもなんかもうあんまり敵にすごい大きなダメージを与えてるって感じにならなくなってきたな。一応甚大な被害ですよ、これ。船を操縦してる人をやる。もうあと1回当たれば倒せるでしょう。よし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 。もう何が霧の上の話で何やってるんだか全然分かんなかったですね。あ、お金ね。よし。で、あとは？あともう一個か、イベント。もう一個イベントがありますな。もう一個イベント、左上の船の方行ってみるか。ああ、これは復讐ですな。以前の私の行いが因果応報となって帰ってくるという。相手は9砲4門持っている。冗談じゃないよね。もうここのなんかこの後ろの装備もなんか嫌な感じなんだよ、これ。狂乱の射出銃とかだったら最悪だから、こいつはちょっと潰しておく。うわー、鉄鋼弾だ。鉄鋼弾もなかなか嫌なもんだ。船潰しか。鉄鋼弾に船潰しか。この辺に人がいるんだったら潰しておきたい。
よし。いないね。どこに行くか。ここにいない？いないね。そしたら船の。あ、敵逃げている。まずい。この非常口マークがすごい勢いでいってる。ダメだ、逃げられる、これは。よし、止まったな。で、ここのところに撃って逃げらんないようにしよう。よし、沈めた。逃げられる前に沈められた。これね、あともうちょっとで逃げられるとこだった。よっしゃ、お金結構もらえたな。よし、これで8つ開いたな。そしたら一応8つ開いたけど、お金儲けのためにここのこれもやっときますかね。海上要塞、敵の。よし、行け。で、とにかく早く近寄って。うわー、これ最悪だ。あの敵のこの海上要塞、秒が、スパイクがありますよ。上陸するときにすごいダメージを受けるってやつ。よし。なんだこれ、重なってんのかな。重なってるんだ、最悪。どっちが攻撃がうまくいったかいかないか分からない。何？まずい。ちょっと浸水も直しておかないと。よし、一人がつけた。浸水も直さないとまずい。まずい、また。またか。外科医がいない。外科医がいないのがせめての救いだわ。で、ちょっと潜水を直しておく。早く寄れー。よし、
女業者がやるの割に合わないんじゃないのか、もしかして今更だけど今更だけどさ、よし、もういけるな。よし、でもあと全員で、倒したかい。よし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 、まあこれちょっと一回帰ろうか。ここで修理して行くか。あんまり、あんまりだけど、うん、まあ修理でちょっと治った。これで東行くか。東でなかった、西だっけ。西だね、西に行って北だね。西に行って北に行って、だいぶまだまだ先は長いわ。西に行って、ああここは海賊船、ん、教団の海賊船があったところで、港というか灯台はないんだね。灯台はなくて、まあちょっとイベントをやんないと、北のゲートを次通らないといけないと。なるほどな。あ、港あるじゃん。港あるじゃん。北のゲートを通らないといけなくて。水没都市、6個。あと4個イベントをすればいいんだけど、うん、まずは港を開放するか。海賊船もあって、ちょっとあの修理のあれないかな。修理のあれなかったっけ。修理の船修理船いね。お魚、お宝、じゃあ港行ってみるか。ここの港が確保できれば嬉しいですよね。教団の船が1隻港の外の海域を巡回している。一方で2隻が係留されていた。うん、この戦闘中君は沿岸防御隊によって砲撃を受ける。げー、やってやるか。これのさっさと倒すことだな。ハリフロンを、あの光るハリフロンが死んでくれればかなりのダメージになる。うわ、雲だ。航海士が雲を
受けている。まずい、なんか敵のすごいダメージ受けてる。こっち相手の船強いわ。なんでこっちこんなにダメージ受けてんの。もともとこのぐらいダメージあったっけ。もうハリフルはいないと。ああ、雲が。よしよしよし。すげえ数だ。うわ、この砲術師やばいな。ちょっとここの火を消して、消してあげないとまずい気がする。まずい、死ぬ。船がやられる。まずい。船体がやられる。なんとかやっつけたがヒットポイントがまずい。おい、もう今更来るなよ。よーし、なんとかやっつけたな。2隻目。2隻目だと。2隻目。二隻目来る。うわ。で、二連戦か。ちょっと遠くに。うわ、こいつ追っかけてきてて離せられない。離れらんない。普通の船やな。よし。ハリフロン、光るハリフロンをまずやれ。電撃か。こういう人を狙ってくる攻撃をするやつを真っ先にやるぞ。でハリフロンを。よしよしよし。電撃を打ってくるやつをあそこにいさせない。よしよしよし。この船長だな。で、距離を取れ。またあの、あー、電撃食らった。くっそ。電撃を食らってしまった。うん、2隻目はなんとか倒せそうだな。よしよし。1隻目がやたら強かっただけか。2隻目はまあなんとか。これで終わりだろうな。
港をめぐる戦闘はなお荒れ狂っている。うん。港の火砲が再び射撃を再開した。これは君の最後の戦闘。うわ、最悪。あ、これは敵が、え、今回は敵が、敵船は付近の防御施設から砲撃に。あ、今回はこの砲撃が味方してくれるっつうんだね。まずい。うまくやらないと死ぬ。慎重にやらないと死ぬ。敵が追いかけてきてるね、これは。よし。ハリフロン。ハリフロンを自爆させる。向こうのハリフロンを自爆させる。で、ここ。ここのハリフロンも、ちょっと殺死んでもらう。よしよし、いいね、あっちの。あ最悪ですよ。これもうやめてほしいよな。こんな嫌なところに。爆弾もあるし。あ、怒った人が。非常にまずい。幸いダメージはそんなに受けていないが。で、ハリフロンは、あ、うわ、ハリフロン登ってきてた。うわ、こいつ最悪なタイミングで、こいつかな。まずい、非常にまずい。よし、光らないな。みんなやっつけたか。うわ、もう最悪ですよ。で、ここに行って、まずい。非常にまずい。で、この人はここに行って、で、この人は、いや違う、こっちやな。よし、うげー。爆弾を解除に行って、よし。で、船長がここに行って、まあこの人はここ。まずい、もう死ぬ。対衝撃防御。うわ、また塩酸が来た。一回こっちに戻るか。よし、急げ。どっちに行ってたんだこの人は。
ここで、よし、ここで。味方に援護してもらってるのにこのざまとは情けないわ。いや、なんとか勝ったか。九州に一生得たって感じですよ。まさか3連戦とは。3連戦だよね、最後の戦いって言ってたから。いや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 、英雄の歓迎が君を待っている。よっしゃ、お金と食料たっぷりもらってよかった。でちょっともうドックで休まないと。居酒屋協会でお金をもらって、でドックで修理して、ここはここの港はぜひ残っていてほしいね。我々のあの我々が立ち去った後も。北に行かないといけないから、あとイベントを3つはやんないといけない。でここの海賊を倒して港の値段を、よし、戦う。港の値段を下げさせよう。大丈夫か、これ硫酸意外と食らってない。食らって、まずい、これ鉄鋼弾じゃないのか。浸水がまずいやつだ。浸水がまずいことになるタイプだ。まずい。そっちじゃないよ。うわ、ちょっと待って、この今この航海士の毒のあれから逃げられなかった。いいようにやられておるな。あれ、クソ、また対衝撃姿勢を取れなかった。忘れてしまった。毎回言ってくれるわけでもないから。
これ相手4つとも9砲なんだね。こういうのすごい厄介だよな。逃げとかないと。よし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 、もうなんとか勝てそうだな。いやもういい加減船をいいのに変えたい。よっしゃ、なんとか勝てたが助かった。よしよしよし、何があるか分からんから、あと3つか、うん、あと2つか。修理して、こんなんじゃ完全に赤字ですよ。せっかくここ港があるから海上要塞やっとくか。海賊と。うん、魚がすごいもらえた。海賊と海上要塞を。これは海賊でしょ。ここは何、ここが海上要塞なのか。あ、そうだわ。いや、違う。あ、そうだわ。ここの海上要塞やっとこう。よし、行け。ああ、今回はよく見えるぞ。敵の、あれが。配置が。まあ一応撃っといた方がいいわな。あんまりこれは効果ないけど。ここで効果あるのはこれと、これだよね。あとこれね。なかなか死んではくれないよな。早く寄るんだ。火災になってはいるが、あ、一人殺せるな、これで。これで一人倒せた。よし。で、あと、もう一人。この人を倒してあげたい。よし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 。いい感じだぞ。これでこの人が倒せたんでしょう。それでこの人が倒せた。もはや一人になった人に
ずい、この人死にそう。一人になった人に、あ、倒したかな、これで倒したね。よっしゃ、取り出すると、もう一個確か会場要塞あったよね。どこなんだ、右上の方かな。どっちにしろもう一個これかな、これっぽいね。ちょっとドックで修理してから行こう。よし、あったあった、やっぱりここだ。ああ、今回も外科医がいないし、見晴らしもいいから戦いやすいですよ。ちょっと待ってね、こいつらも一応撃っておく。で、まずこの航海士を狙う、航海士じゃなくて船員を狙う。忘れちゃいそうだから言っとくけど、船員をまず狙う。外れたか。まず船員を狙って、まだ生きてるんか、なかなかしぶといね。どこに行った？船員がクリックできない。そしたら次は白兵船、海兵を狙う。ああ、もう海兵がほとんど回復しておる。よし、船員はまあこの人でもいいか。で、この人はやっつけられるよね。よし。よし、倒した。で、あ、そうか、外科医がいないんだっけ。そしたらこれで一人。海兵がやっつけれて、そう、相手の方が撃ってくるのきついな。で、この航海士死なね。よし、倒したな、あと一人。まずい、死ぬ。これで死ぬんじゃないか。よっしゃいやー、きついわ。123、よっしゃ、離脱する。これであの船変えるん
じゃないかな。新しい船？でもここで買うと、まだ海賊をやっつけてからでないとちょっと、今ここにいて、ちょっとね、二つ戻って、二つ戻って船、港で船買おうかな。新しい船。ここの港は、ちょっとまだ、海賊の影響で、値段が高いと思うんで、いやまあでもここの海賊をやっつけるか。そしたらどうせやっつけなきゃいけないしな。補修して、ここの海賊3つ、あと3匹やっつけよう。海賊というか教団の海賊。よし。相手の船も離れてってる。大体苦戦するときってさ、相手の、うわ。相手が9砲を4門持ってるときですよね。大体苦戦するのって。そうだったような気がする。とか言って、この船でも負けたら笑うけど。うわ、まだハリフロンみんな生きてるやん。全員生きておる。ああ、来たハリフロン。うわ、全部ハリフロン来た。まずい。非常にまずい。一人もやっつけられなかった。くっそ。3匹来てるとか。まずい、これは。船長が死ぬ。あ、もう敵の船やっつけてるよ。ハリフロン死んでくれ。危ねえ。よし、お宝もゲットして、で、あと2人か。2匹。よし。教団海賊戦とやってやる。これは対人装備ですね、相手ね。だから距離を離れれば届かなくなる武器の可能性がある。希望的観測を言えば。真ん中のハリフロンをやる。あー、ま、狙撃銃だ。狙撃銃で撃たれた。狙撃銃か、参ったね。そしたらこの、これでここにいられなくしてやる。狙撃銃のポイントに。よし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 。あー、ハリフロンが来てしまった。あー、こいつも来るな。まずい、これは。
といて。あ、まずい。船長がちょっと逃げて、でこいつとこいつで、こいつでこっちに。よし。あ、もう敵の船が倒せたな。よし。大丈夫だったかな。危ねえ。よっしゃ。うん、あともう一隻。ボス戦も入れてあと二隻か。ボスの船も入れて、あと、ここは、この赤い範囲に入ると、地上の要塞から砲撃されるな、これ。よし。光ってるハリフロンがいる。相手も普通の砲撃ですね。あ、これは普通の砲弾だわ。多分ね。よくわかんないけど。取り立てて危険な、なんか銃を撃ってる、持ってるようには見えないが。ああ、来た、ハリフロン。来てしもうた。来てしもうたか。呪われし者、ハリフロン。あ、ここに来たか。こいつは光ってないから、大して強くはない。よし。やっぱり注意するべきは4つとも、なんていうのかな、あの敵の、9砲を持ってる敵ですね。ここ、右上の缶のミニマップでね、4つとも9砲が揃ってる敵だと、かなり苦戦する。よしよしよし。これであとクイーンの船が来るんだろう。来た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 。わしの船の方が早いんじゃないのか。そんなことないか。迎え撃ってやら。うーわー、強そう。強そう。めっちゃ強そう。これは対人艦隊ですね、これは完全に。逃げるんだ。まずい、寄られてる。まずい。非常にまずい。寄られてるとちょっと、わしの、いいところが、働けないんだが。寄られてくると。後悔させない。船長死にそう。もういきなり戦争とかどうにかしてくれよ。このハリフロン死んでくれ。よっしゃ。これ何これ、病気ってこと。
ちょっと距離を取らないとまずいからね。来たー、まずい。これこの人で行った方がいいかな。あ、2匹来てる。まずい。この人ね、この人を一回逃げさせて、この人をこっちにつかして、あ、違う、ダメだ。で船長も一回撃ってから一回戻って、まずいまずいまずい。で、何で、こっちに行ってややこしいな、おい。これ何、病気？病気ってこと？ひどいんだけど。よしよし。で、こいつは、あ、ここか。よし。うわ、また死にそう。また死にそうになってるし。よし、勝ったな。いや、なんかもう勝ってる気がしないよ。敵強すぎ。まあ、ボスの船だからね、これ、海賊の。強くて当たり前か。よーし。よし。これで港の修理も安くなったんじゃないのか？だいぶ。居酒屋協会。探検家協会、ちょっとお金もらえた。で、ドックで、並走ね。これで船買えるんじゃないの？どうせだから一番いい船買いたいよね、この、マノウォー。最大乗員数も8。船の拡張スロット。で、カスタマイズで、すべて移設しても、2300。67。買えますね。2500だから全然割引はないんだね。まあ、買うか。購入。よっしゃー。これで、ヒットポイント今まで7000だったから、だいぶ強力になるんじゃないの？で、並走で、この大落下弾を、今まで4門だったのが、6門になるっつうの。強いですね、これは。こっち側が休憩弾だけど。あ、まあでも武器はそんなに、増やせるってわけじゃないんだ。これ6門。1.5 倍50だから、もう100。お金が足り、まあお金足りなくなったら食料売ればいいか。こうしとくか、一応。すげえ、これ。3456、12問ですよ。12問の大落下弾で、で、あと、兵員も一人雇っておきたいんだよな。修理する人を雇いたいんだよ。
船員で、穴開いたり、火災とかを直す専用の人で、一人ちょっとこの船員を安いし、船員を雇っておくか。ジョージ。うん、この人修理が早いやつだよね。爆弾の解体とか。よし。これを雇っとこう。よし。もうお金ほとんどなくなっちゃった。で、この船を買ったところでちょっとセーブしておこうかな。船長の記録しておきますね、またね。またあの捕獲ミッションとか、またやるのちょっとしんどいんで、記録しといて、これで全滅してもこっから戻ってこれると。よし。いやー、これで一番いい船買いましたよ。多分一番いい船だよね。で、次回から、もうちょっともう時間も時間なんで、次回は一気にもうできたら、この赤い斑点まで、目的地まで目指したいですね。それでは終わりますね。ご視聴ありがとうございました。